本日、巣鴨警察署11警察署長になられました増田さんからご挨拶をいただきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。本日、巣鴨警察署1日警察署長を務めさせていただきます、エレクトーン奏者の826アスカと申します。初めて一日警察署長をさせていただいて、初めて本物の礼服を着させていただいて、先ほど署長さん会長さんよりこのタスキを受け取ってですね、無事に委嘱式を終えてやってまいりました。なんかこう身も心もぐっと引き締まるようなそんな気持ちでございます。お二方ともとても優しくてですね、特に署長さんは春に初めてお会いしたんですけれど もう会った瞬間から分かる人柄の良さ、温かさを感じました。はい、その時にいただいた巣鴨の商店街のキャラクター巣鴨をですね、今日連れてきました。こちらです。巣鴨もいるし、本物のピーポ君にもお会いできてとっても嬉しいです。そして何より皆さんがいらっしゃいますので安心して大役を務められそうです。一日警察署長になったからにはですね、今日826人逮捕を目標に頑張ります。嘘です、すいません、皆さん悪いことしたら逃がしませんからね。はい。この後、犯罪被害防止対策トークイベントとエレクトーンの演奏と約1時間ほどのイベントになります。私自身も皆さんと一緒にいろんなことを学びながら、勉強させていただきながら、素敵な一日を過ごしていけたらなと思っております。最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。梅田署長、登山会長は観覧席に移動をお願いいたします。それでは早速ですが、このまま犯罪被害防止対策トークライブに移らせていただきます。はい、ここからは巣鴨警察署生活安全課防犯係におります橋本が引き継がせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。警視庁からピーポー君も遊びに来てくれています。ピーポー君、お手伝いよろしくお願いします。はい、では初めに皆さんはご存知かと思いますが、ここで改めて826アスカさんの、ご紹介をさせていただきたいと思います。826アスカさんは福井県、ご出身で現在23歳になられます。5歳からピアノを、8歳からエレクトーンを始められ、動画投稿サイト YouTube にご自身の演奏動画をアップしていたところ、中学校2年生の時に海外メディアに取り上げられて以降、人気が急上昇いたしました。高校2年生の時にヤマハミュージックコミュニケーションズよりメジャーデビューを果たしまして、現在では YouTube 動画総再生回数2億3000万回を突破しまして、すごいですね。はい、チャンネル、登録者数は80万人以上、もちろん皆さんそうですよね。ありがとうございます。に、上っております。現在ではテレビ番組を始めまして、メディアやイベント、単独ライブなど活躍の場を広げている今注目のエレクトーンプレイヤーさんになります。皆さん大きな拍手をお願いします。本日は一日警察署長として初めて制服を着られていますが、感想などありますか？そうですね、結構似合ってるなっていう気はしてるんですけど、どうですかね。ありがとうございます。
クのテーマにお話をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、まずはじめに、子どもと女性に対する犯罪被害対策について考えていきたいと思っております。女性の犯罪被害といって飛鳥さんが思い浮かぶ犯罪被害ございますか？そうですね、やっぱり身近なのは痴漢の被害ですかね。そうですね、はい、とてもうちの巣鴨署管内でも多発しております、痴漢被害ですよね。飛鳥さんはこのご自身でですね、防犯対策とか何かされてることありますか？私は高校生の時に電車通学だったので、なるべく友達と一緒に乗るようにするとか、一人の時はこう車両をちょっと変えてみるとか、まあ、立ってる時座ってる時もそうですけれども、まあ、すぐ動けるような体勢でいたりとか、常に周りの目を気にしてましたし、まあ、特に夜道はやっぱり人通りの多いところとか明るいところを選んで歩くようにしています。とっても、素晴らしい対策だと思います。それでもですね、このような対策をしていても被害に遭ってしまった時はどうしたらいいのでしょうか？まずは110番通報を、躊躇なくしていただきたいと思います。また他の対策としましては、電車など乗る時間や車両を変える、飛鳥さんのようにですね、車両を変える、人通りの少ない道は通らない、防犯ブザーなどを手に持って歩く、スマートフォンをいつでも通話できるような状況にしておく、イヤホンで両耳を塞がないなどという対策がとても重要になっていきます。そこで警視庁はですね、このような防犯対策をサポートするための、警視庁防犯アプリデジポリスというのに力を入れています。飛鳥さん、このデジポリスという言葉聞いたことございますか？すみません、知らなかったのでぜひ教えていただきたいです。はい、ぜひですね、今日学んで帰っていただきたいと思います。はい、これですね、まだ皆さんもご存知のない方、デジポリスというものをご存知のない方おられますと思いますので、今日はですね、このデジポリスを使って、学んでいきたいと思っております。このアプリはですね、個人情報登録は一切不要となります。通信料以外は無料なんですね。アプリのインストールは警視庁のホームページから簡単にインストールできますので、ぜひ皆さん、こぞってですね、インストールをよろしくお願いします。ではこれからこのデジポリスに搭載されているさまざまな機能を飛鳥さんと一緒に使ってみたいと思うんですが、お手伝いしていただけますか？はい、ぜひお願いします。はい、じゃあ、ペコ君お願いします。飛鳥さんには特別にちょっとこちらから携帯電話をお貸し出しさせていただきます。それではですね、まず痴漢撃退対策としての痴漢撃退機能というものを使っていきたいと思います。はい、飛鳥さん、まず後ろにある皆さんは電光掲示板見ていただけますでしょうか？分かりやすくご説明させていただきます。飛鳥さん、トップページの下に、あります痴漢撃退アイコンというのをまず開いていただけますか？はい、はい、そうしますと助けてという画面になります。はい、この助けて画面をタップしてみてください。
やすごく簡単ですし、ボタン一つでできますし、携帯電話で常にね持ち歩いてるものなので、すぐにこう使えていいなというふうに思いましたし、犯人もこれ聞いたらね、さすがにおってびっくりしてね、やめてくれるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。それが狙いなんでね、ぜひですね、これも皆さん使っていただきたい機能の一つとなっております。その他の機能といたしまして、利用者が指定した地域での子どもや女性への声かけ、付きまとい事案を含む犯罪発生情報の発信などですね、犯罪被害を防止するためのさまざまな機能が搭載されているんです。いざという時、そして事前の防犯対策のためにも、このアプリをぜひ皆さん使ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあピポ君、携帯電話を。朝さん、ありがとうございました。なっちゃった、すいません。僕も好きじゃないです。失礼しました。お手伝いありがとうございました。で、次はですね、子どもの犯罪被害について考えていきたいと思うんですが、子どもの犯罪被害って、アスカさん、思い浮かぶの何でしょうか？そうですね、やっぱり道案内っていう形でこう車に連れて行かれてしまうとかですかね。それとても怖い犯罪ですよね。はい、あってはならない大変恐ろしい犯罪です。今アスカさんが一部挙げていただいた犯罪被害の防犯対策として共通して言えることは、まず自分の身は自分で守るということです。アスカさんは自分を守るおまじないの言葉、イカのお寿司という言葉を知ってますか？イカのお寿司、小学校の時に習って知ってます。ありがとうございます。そうですね、皆さんも多分子供の頃なんか聞いたことあるなって思われてるかもしれません。ぜひですね、ちょっとアスカさん、後ろの電光掲示板、はい、イカのお寿司、ちょっと読み上げてもらってもよろしいですか？はい、知らない人にはついていかない、知らない人の車には乗らない、大声を出す、すぐに逃げる、近くの大人に何があったのかを知らせる。ありがとうございます。素晴らしいね。私が言うよりアスカさんの言葉、皆さんよく聞いていただけるのでよかったです。ありがとうございます。まあ、イカのお寿司はこのようにですね、お子様たちが自分の身を守るためのおまじないの意味を示しています。本日ご覧のお子様はじめですね、お父さん、お母さん、皆様、今日はぜひこのイカのお寿司という言葉を覚えて帰っていただきたいと思います。はい、ここまでですね、女性、そして子どもの犯罪被害という話をしてまいりました。最後に高齢者に対する犯罪被害として思い浮かぶ被害はございますか？これはもう、なんだろうな、特殊詐欺の被害ですかね、やっぱり。ありがとうございます。素晴らしいお答えいただきました。そうですね、皆さんも特殊詐欺被害頭に思い浮かんだと思います。実はですね、最近ではいわゆる闇バイトとしてですね、募集された特殊詐欺の犯罪集団が検挙されるなど、ニュースでも、特殊詐欺事件が多く取り上げられていますよね。ちょっと色っぽかったですね、すいません。見ないで、見つけますから。ダメダメ。すいません、ありがとうございます。ちょっとお時間いただきます。お待ちください。すいません。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。闇バイトのお話の続きさせていただきます。あすかさん、この闇バイトという言葉知ってますか？そうですね、最近本当によく実行役とか指示役とかニュースで毎日のように聞く単語なので知ってますね。ありがとうございます。皆さんも同じご意見だと思います。この闇バイトですね、高額バイト、簡単、高収入など甘い言葉で勧誘してきまして、応募者の個人情報をネタに落としてきます。そのまま、落としたままですね、犯罪に加担させるという大変怖いものなんですね。若年層の皆さんはこの闇バイトに、高齢者の皆さんは特殊詐欺被害に騙されないようにしなくてはなりません。はい、まずこの闇バイトに加担しないための対策をお教えしたいと思います。まずは応募する前に仕事の内容を詳細に確認をしてください。また応募してしまった時は速やかに警察署など相談窓口に相談をしてください。まずこの対策のポイントは、甘い言葉には騙されないということになります。次に高齢者の皆さんが騙されてはいけないのが、先ほど言いました特殊詐欺被害となります。はい、こちらの電光掲示板をご覧ください。
これはですね、令和6年の上半期に都内で認知しました特殊詐欺被害件数と、その被害金額、そして被害者の年齢別を表したものとなります。被害認知件数は1538件に上り、オレオレ詐欺と還付金詐欺で全体の約6割を占めております。またなんと被害総額は約46億6000万円にも上っているんですね。驚くのはこの数字が上半期のみの被害金額だということです。これは昨年のこの時期よりも約9億も増加しているんです。被害者の年代別で見ますと80代の女性が群を抜いて多くなっています。しかし最近では若い方たちも SNS を通じて接近してくる投資詐欺というのが流行っておりますので注意が必要です。飛鳥さん、この被害状況をお聞きになっていかがですか？いや、すごくびっくりしました。46億円、しかも上半期だけでということで、しかもね、去年からね、かなりの数増えてるということですもんね。これはもうぜひ対策を教えていただいて、皆さんにも実施していただきたいなと思います。ありがとうございます。ではその対策をこれからお話ししていこうと思います。まずですね、特殊詐欺被害に対策として重要なことは、犯人からの電話に出ないということなんですね。とても簡単なように思いますが、なかなかこれがですね、難しいというところがあります。まずこの電光掲示板にございますように、固定電話において留守番電話に設定をしておく、発信者番号表示サービスや非通知拒否サービスを活用する、海外との電話が不要な方は国際電話取扱受付センターへ利用休止を申請する、このような対策で犯人からの電話を遮断することができるんです。現在でも ATM を利用した詐欺被害がとても急増しています。高齢者を見かけた際にはぜひお声かけをしていただけたらと思います。下にありますように合言葉は電話でお金、それは詐欺、この言葉を合言葉に、特殊詐欺被害撲滅に皆さんのご協力をお願いいたします。飛鳥さん、このような対策いかがですかね？いやすごいいいと思います。今までの話すべてためになることばっかりで頭がいっぱいで勉強になりました。まだまだ皆さんね、お若いので、はい、高齢のおじいちゃんおばあちゃん、ぜひですね、今日学んだことをお伝えいただければと思っております。このイベントをきっかけにですね、皆さんが自分の身を守るという大切さを学んでですね、防犯意識を強く持ち、犯罪被害から守れ、一人でも多くの方を守れたら嬉しいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、トークショーの最後になりますが、実はですね、皆さんにプレゼントがございます。何でしょう？実はですね、せっかく飛鳥さんに来ていただいたので、ここでイントロクイズをやってみたいと思います。拍手！拍手！間にですね、エレクトーンのまず説明をさせていただきたいと思います。皆さんご存知だと思うんですけども、知らない方もおられると思いますので、こちらの方で説明させていただきます。これから飛鳥さんに弾いていただくエレクトーンとは、右手で上鍵盤、左手で下鍵盤、左足で足鍵盤、右足でボリュームや微妙な音の高低を調節する、2つのペダルを操作しながらエレクトーンの機器そのものを持つ音源を融合させるという、まさに全身を使って、音楽を奏でる一人オーケストラができる、楽器となっております。こんなすごい楽器を、ね、簡単に演奏してしまう飛鳥さん、すごいですよね。本当に楽しみです。まずここでですね、クイズのルールを説明させていただきたいと思います。飛鳥さんが曲のイントロ部分を演奏いたしますので、曲が分かった人は大きく手をはいと上げてください。そうしましたら、飛鳥さんの方でですね、指名させていただきますので、その方は、係の者が近くに来ますので、マイクに向かって、答えをおっしゃっていただければと思います。今日はですね、正解者には素敵なプレゼントを用意してありますので、ぜひこぞってですね、皆さんご参加のほどよろしくお願いをいたします。今準備中です。今しばらくお待ちください。今日は遠くから皆さんいらっしゃるんですよね。北海道から来られた方、さすがにない。自分遠いですって言いますか。はい。広島。
広島から。そうですか。もう皆さんの、飛鳥さんのファンの方々、皆全国からですね、集まると聞いておりますので、今日はもうたくさんの方来ていただいて大変嬉しいです。上の皆さんもありがとうございます。上の方たち、ちょっとクイズに参加できないんですけど大丈夫ですか？分かったら一応手を挙げてみてください。はい、まもなく、準備が整いますのでお待ちください。はい、では準備が整いましたので飛鳥さんにもう一度登場していただきます。じゃあ皆さんせっかくなんで一緒にせーので飛鳥さんっていいですよね、呼んでいただいていきます。せーの、とてもいいよ。
つまでやらせていただきました。ありがとうございます。正解された皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。ですね、できればですね、1階部分のあちらに男性警察官がおります。あちらでカメラを構えますので、できればですね、支障のない方々あちらの方に、視線を送っていただきまして、写真も計画ですので記念撮影を行いたいと思います。ぜひ皆さん、いいですか、2階の方々も上の方々も映りますので、ぜひですね、あちらの方にお顔を向けていただければと思います。楽しそうな顔してくださいね。では、いきますよ。はい、チーズ。はい、もう一枚いきます。はい、チーズ。すみません、もう一枚お願いします。はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございます。以上をもちまして、犯罪被害防止対策トークライブ&イントロクイズを終了させていただきます。ピポ君もお手伝いありがとうございました。ありがとう。